This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。チェンライの水害で首相が迅速な後片付けを指示しました。財務大臣が給付金で今年の経済成長 3% を予測しています。当局は観光客税300バーツの徴収開始を目指しています。当局は次のムーデン発掘が必要だとしています。それではまず、はじめのニュースです。チェンライの水害で首相が迅速な後片付けを指示しました。ペートンタン首相はこのほど、北部チェンライ県の当局者に対し、中央軍や迷彩軍など、最近の洪水で被害を受けたエリアで、速やかに後片付け作業を開始するよう指示しました。これらのエリアには洪水でもたらされた土砂などが6万8000トン余りも残っており、早急に撤去することが必要となっています。これら洪水被災地の復旧のために、ワチェラロンコン国王陛下から高圧洗浄機が100台寄贈されています。また首相によりますと政府は11月から洪水被災者への経済的支援を開始する予定です。商務省に対しては、被災者が影響を受けないよう、生活必需品の便乗値上げが起きないよう、監視を強化することも指示されています。9月17日には、政府は洪水で大規模な被害が生じていることを受けて、洪水被災者への支援に、今年度の中央予算から30億4000万バーツを割り当てるという内務省案を承認しました。具体的にはこの予算を用いて、全77都県のうち、57件の推定33万8391人に上る被災世帯に、それぞれ5000バーツから9000バーツの支援金が提供される計画です。家屋に甚大な被害が生じたケースでは、23万バーツまでの支援が提供される予定です。一方で気象局は、南シナ海で発生した台風第15号が、ゆっくりと西に移動して、9月20日の時点で、勢力を弱めて熱帯低気圧となってベトナム上空に達しているが、これが接近通過することでタイでは30日頃まで大雨に見舞われる見通しを発表しています。この熱帯低気圧はタイに近づきながらさらに勢力が弱まると予想されていますが、タイでは30日にかけて広範囲なエリアに大雨が降ると予想されています。バンコクでも90ミリから100ミリの降雨が予想されるため、バンコク都庁が洪水対策を強化しています。次のニュースです。財務大臣が給付金で今年の経済成長 3% を予測しています。ピチャイ副首相兼財務大臣は、
国民に1人当たり1万バーツを給付するという政府の目玉政策、デジタルウォレットプログラムによって、タイ経済が今年 3% の成長を遂げると政府は確信していると述べました。閣議ではデジタルウォレットプログラムの下で、まず福祉カード保有者と身体障害者、合計1450万人にそれぞれ1万バーツを給付することが承認されました。ピチャイ財務大臣はこの給付がタイの今年の GDP 成長率を約 3% にまで 0.35 ポイント押し上げてくれるものと期待していると説明しています。受給者の内訳は福祉カード保有者が1240万人、障害者が210万人となっており、1万バーツは近く給付が開始される予定です。次のニュースです。当局は観光客税300バーツの徴収開始を目指しています。ソウラウォン観光スポーツ大臣は、このほど前政権が取りやめを決めた入国する外国人から1人当たり300バーツを徴収する観光客税導入を復活させるとともに、刺激策を導入して今年の観光収入を3兆バーツ以上に増やすことに意欲を見せました。観光客税については、観光促進で外国人観光客と観光収入を増やすという政府の方針に逆行するとの指摘も出ていましたが、ソラウォン観光スポーツ大臣は、観光客税収入は観光インフラと観光地の開発に役立てられるものであり、タイの観光業にプラスになると信じていると述べています。外国人のタイ入国時に空路で300バーツ、海路と陸路で150バーツを徴収するという観光客税は2022年に閣議で承認されたものの、業界からの否定的意見もあって実現には至りませんでした。一方、有名寺院が境内での商業撮影を禁止しました。1869年にラマ5世によって建立された王室寺院ワット・ラチャポピット寺院は、このほど境内における結婚式用の静止画、動画の撮影などの商業的活動をすべて禁止すると発表しました。これはインフルエンサーたちがこの寺院を背景に撮影した写真、動画をネット上にアップしたことが原因で、境内での不適切な撮影が報告されているためです。寺院では徳を積むために来訪される人々、許可を取得して境内で仏教行事を行う人々は歓迎するものの、境内で結婚行事や水かけは行ってはならない。また境内で商業的な撮影は行ってはならないと説明しています。ワット・ラチャポビット寺院はバンコクの観光名所の一つで、タイ政府観光庁のホームページには、5色のモザイク磁器で覆われた仏塔が特徴的で、本堂は太陽式の建築ですが、内部はゴシック調の装飾も見られ、ヨーロッパの影響がうかがえると説明しています。次のニュースです。当局は次のムーデン発掘が必要だとしています。タイ動物園機構のアタポン機構長によりますと、東部チョンブリー県のカオキアオオープン動物園の小人カバのメスの赤ちゃん、ムーデンの人気急上昇で来園者が急増していますが、ムーデンも急速に成長してすぐに大きくなってしまうので、今の人気が続くのもあと3ヶ月程度と予想されています。このため動物園機構ではすでに次の動物の赤ちゃんをプロモートすることを計画中です。カオキアオオープン動物園の1日あたりの入園者数は9月14日の土曜日に1万5000人にも増えましたが、1年前の2000人からの大幅増となっています。機構長は来園者が増え続けるのもせいぜいこの先3ヶ月ほどと見込んでいると語り、次にプロモートを予定している動物の赤ちゃんの詳細には言及しませんでした。一方、ムーデンの人気は国内外で高まっており、入園者も急増していることから、動物園側はさらなる混乱を回避するため、入園者の閲覧時間を1人当たり5分程度に制限することを検討中です。ムーデンはタイ語で豚肉団子という意味で、動物園の SNS で紹介されて以来、タイ国内だけではなく海外からも高い人気となっています。
この動物園の1日あたりの入園者数は平日が700人から800人ですが、ムーデン人気のせいで週末には以前の約3000人に対し2倍から3倍に増加しています。ここでラジオタイランドからのお知らせです。ラジオタイランド日本放送は今年10月1日から11月30日まで放送を一時お休みさせていただきます。日本放送の再開は今年2024年12月1日からを予定しています。またこれまでの放送のアーカイブの一部がラジオタイランドの YouTube チャンネルで再放送されていますので、そちらもご利用ください。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。チェンライの水害で首相が迅速な後片付けを指示しました。財務大臣が給付金で今年の経済成長 3% を予測しています。当局は観光客税300バーツの徴収開始を目指しています。当局は次のムーデン発掘が必要だとしています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。บนโลกนี้มีคนเป็นล้านคนทุกคนมีเป็นล้านใจฉันก็ไม่ใช่ใครก็แค่คนหนึ่งโลกเราดูฉันกว้างใหญ่ท้องฟ้าดูฉันกว้างไกลเธอแปลกใจบ้างไหมมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจมันเกิดขึ้นจริงๆหรือฝันไปการที่เรานั้นได้พบกันที่บนโลกนี้ก็ไม่รู้จะพูดมันอย่างไรแต่หมดทั้งหัวใจที่ฉันมีฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอวันเธอคือเรื่องมหัศจรรย์วันที่ฉันบอกรักเธอเหมือนฉันได้เจอทุกสิ่งเหมือนฉันได้พบความจริง Thailand の日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.